はい、それではこんにちは、大学入試で戦える実践力を養う授業ということで、今回はですね、高校物理単身度ということで、摩擦がある場合の単身度の、問題について取り扱っていきたいと思います。では問題を読んでいきたいと思います。粗い水平面床で左端を固定したバネの右端に物体 M を取り付けます。バネが自然長の時の M の位置を原点 X イコール0として、右向きに X 軸を取ります。まず M を 1X が正で、静かに話すことを X の値を変えて繰り返すと、 X がある値 D 以下の時には M は動かず、 D より大きい時には滑り出した。次に M を 1x0 で静かに離し、最大の速さに達した後、減速して速さが0になりました。その時の位置は x1 でありました。その後 M は再び逆向きに動かし、何回か折り返した後、ついに N 回目の折り返し点 XN で静止した。重力加速度を G とすると、まあ、いう問題になります。まずこのバネっていうのが自然長の時の M の位置、 M の物体の位置を原点 X イコール0というふうにして、まあ考えていると。で、X が正の位置で静かに離すと、 X の値は、X がある値 D 以下の時には M が動かなかったと、っていうことですね。 D 以下の時は M が動かなかったということですね。で、今この地面と物体の間に摩擦力が働いているわけですね。で、つまりこの DX が、まあ、D の時、 X が D の時っていうのは M が動かなかったということはですね、この物体 M に働いている、まあ、力っていうのはですね、このバネ力っていうのは、はい、この物体 M が接している面を考えて、接しているところを考えていくと、このバネとこの地面になりますよね。で、地面からは摩擦力、そしてこのバネからは弾性力を受けているということで、動かないということは、この2つの力が釣り合っていると、弾性力とこの摩擦力が釣り合っている、 DX が、まあ、D の時ですね、 D の時で、まあ、当然この D 以下の時っていうのは、その弾性力 KD よりも小さくなりますのでね、当然これ動かないということになってきます。で、 D より大きい時、もう X のこの絶対値の値っていうのが D よりも大きい時っていうのは、摩擦力よりも弾性力の方が大きくなっていくので滑り出すということになります。まあ、次にこの物体 M を 1x0、まあ、D よりも大きいところですね、 D よりも大きいところで静かに離すと、最大の速さに達した後、減速して速さが0となった。で、最大の速さに達した後ということで、最大の速さに達するところというのは、これ振動の中心ですね。振動の中心を超えて速さが0になった。まあ、0になる、いうところっていうのは、
まあ、振動の端ですよね、単振動の端ということになります。でその時の位置は X1 であった、まあ、つまり単、X0 で静かに離してその逆方向にあるこの X1 ですね、 X1 のところっていうのがこれ単振動の端ですよということになります、まあ、つまりこの X0 と X1 の中心の位置っていうのが単振動の中心の位置ということになるので、この最大の速さになる場所ということになってきます。でその後 M は再び逆向きに動き出し、逆向きに動き出したということは、まあ、これ、右向きに動き出したということですよね。ね、最初こうここを X0 で静かに離してこのね X1 まで行ったと。で、その次にまたこれ逆向きに動かしたで 右に動いていったわけですね。でこれを右に動かしてまたこう行ってこう行ってこう行ってっていう感じで何回か折り返した後、ついに N 回目の折り返し点 XN で静止したという問題になります。括弧1番。M と床面との間の静止摩擦係数 μ0 と動摩擦係数 μ を求めなさいという問題になります。はい、ということでまずはね、静止している場合について考えていきましょう。 x イコール d において最大静止摩擦力 x イコール d 以下の時には m は動かなかった、 d を超えると動き出すっていうことなので x イコール d で最大静止摩擦力と、まあ、等しくなっているということが、まあ、分かりますので、はい、まずこの単振動しているときはですね、この物体の垂直抗力と mg というのはね、上下方向に振動しているわけではありませんので n イコール mg、 垂直抗力と mg というのは釣り合っています。したがってこの最大静止摩擦力というのはですね、静止摩擦係数 μ0 を使って表すと μ0n っていうふうにして表すことができるので、この最大静止摩擦力というのは μ0mg というふうにして表すことができます。従いまして、この段、ね、x イコール d の時っていうのはですね、最大静止摩擦力になっているわけですので、弾性力と、この kd という弾性力と最大静止摩擦力というのがまあ等しくなっていると。いうふうに考えることができますので、こういった式が成り立ちます。したがって μ0 イコール mg 分の kd というふうに表すことができます。で、この x0 をバッてこう離して m が左へ滑るとき m に動く合力というのは、はい、まあ、どういうふうにして表すことができるのかといいますと、はい、こちらですね、こちらです。はい、まあ、X0 からまあ物体をまあ離して、まあ、左に動いていくわけですね。左に動いていくときに働いている力になりますが、はい、この時は弾性力がこう左向きに働いているわけですよね。左向きに KX という力が働いていると。そして、左向きに進んでいくので、それを妨げる向きにですね、動摩擦力が働いているということになります。で、この動摩擦係数を使って表すと μmg というふうにして表すことができるので、物体 M に働いている合力というのは、マイナス kx たす μmg というふうに表すことができます。でこれを整理していくと、イコールマイナス K カッコの X マイナス K 分の μmg というふうに表すことができますので、まあ、このスモール K をラージ K で、この X マイナス K 分の μmg、K 分の μmg をですね、X ダッシュというふうにしておくと、マイナス KX ダッシュというふうに、まあ、表すことができるわけですね。まあ、つまり F イコールマイナス KX ダッシュというふうに表すことができたということは、この物体 M はですね、単振動を起こすんだ、単振動の動きと同じ動きを起こすんだということになってきます。まあ、従いましてですね、この F イコールマイナス KX ダッシュというふうにして表されたということは、この x' イコール0の位置っていうのがですね、単振動の中心の位置と、ね、つまりまあ加速度が0になっている場所っていうのがこれ単振動の中心の位置ですからね、
x'=0 の時に0の場所っていうのがですね、単振動の中心位置ということになります。したがってこのこれを丸1番の式というふうにしておくと、丸1より m は x=k 分の μmg、まあ、これを xc というふうにして置いておきますね。 xc というふうにして置いておきますけれども、この xc を中心として単振動を行うんだと、まあいうふうに考えることができるということになります。つまり、まあ左へ動いていくときに働く合力というのはこのような式で表されると。左に動いていくときねっていうのはこのような式で表されると。でその左へ動いていくときの単振動の中心座標っていうのがこの K 分の μmg、まあこの xc というふうにしておきますが、 K 分の μmg になって単振動を行うんだと、まあ、いうことになります。したがってこの振動中心、この xc っていうのは単振動のこの端位置、端の中点という中点になりますので、2分の x0 プラス x1 イコール k 分の μmg と、まあ、いうふうに式が成り立ってきますので、μ を表していくと、μ イコール 2mg 分の k カッコの x0 プラス x1 と、まあ、いうふうに表すことができます。まあ、x0 と x1 はね、問題文中で与えられているので、ね、どんどん使っていってくださいね。はい、では次の問題に移っていきたいと思います。1x1 で速さが0となった時間を、時間 t1 を求めてくださいと。x1 で速さが0となった時間っていうのはですね、まあ、どういった時間かということです。はい、まず x0 で物体を離しました。で x1 まで行きましたということで、まあ、単振動の 端から端までに行く時間ということになりますよね。で、なのでこの振動端から端までということは1周期分の半分の時間ということになってきますよね。はい、で、先ほどカッコ1でですね、この合力の式っていうのが F イコールマイナス K カッコ X マイナス K 分の μmg というで、まあ、KX' というふうにして表されたわけですけれども、そこのこの単振動の周期の公式で当たるこの k の部分っていうのがね、このスモール k に当たりますので、周期っていうのは t イコール 2π ルート k 分の m というふうにして、まあ表すことができますよということで、端 x0 から端 x1 までのまでは半周期で動けるので、 x0 から x1 までに動く時間というのは t1 イコール2分の 1t というふうにして表すことができるので、イコール π ルートの k 分の m というふうに求めることができます。で、まあ、このようにですね、 f イコールマイナス kx 足し、まあ、c が定数になる場合ですね、マイナス k カッコの x マイナス k 分の c いうふうに表すことができ、マイイコールマイナス kx' と変形できますので、 x イコール k 分の c を振動中心とする単振動でが起こるんだということが確かめられます。まあ、つまり一般にですね、 f イコールマイナス kx プラス定数であれば単振動を起こすんだということを意識してもらえればいいかなというふうに思います。なのでこの形 になればですね、最終的にこの形に持っていって、どこが振動の中心であるのかっていうところをね、整理してもらえると分かりやすい、ね、この周期っていうのもね、非常に求めやすいかなと、単振動の動きっていうのがですね、この式からいろいろ推察しやすくなってきますのでね、こちらの
ポイントはしっかりと押さえておきましょう。では次の問題、括弧3番に行きます。初めて速さが最大に達した時の位置と最大の速さを求めてくださいという問題になります。速さが最大になるのは振動の中心になりますので、 xc イコール2分の x0 プラス x1 が求める位置になります。まず 1は x0 と x1 のこの振動の中心、端と端の振動の中心になります。で、単振動の力学的エネルギー保存則よりと、まあ、いうことで、はい、端においては単振動の力学的エネルギーの弾性エネルギー、弾性エネルギーのこの使い方はですね、振動の中心、この振動の中心からどれだけ離れているかというのをこのね、ここの部分に、代入していきましたよね。はい、じゃあこれを単振動の力学的エネルギーをね、保存則をね使っていきましょう。2分の 1k カッコの x0 マイナス xc、 はい、xc での x0 マイナス xc ということで、まずこの物体を離した位置の力学的エネルギー、単振動の力学的エネルギーというのはね、このように表記されますと。でまた振動の中心においてはね、単振動の力学的エネルギーっていうこの弾性エネルギーっていうのはね、単振動の振動の中心にありますので、弾性エネルギーはありません。で運動エネルギーだけがありますので、当然その単振動の中心で力学運動エネルギーっていうのはマックスになるということなので、力学的エネルギーがこのように表すことができます。したがってこの時の Vmax っていうのは、この式を計算していきますと、 Vmax イコール、はい、Vmax イコール2分の X0 マイナス X1、ルートの M 分の K と、まあ、いうふうに求めることができます。XC をここに代入してね、計算していきます。計算していきますとね、このように求めることができます。ちょっとねここではね、計算過程についてはねちょっと省かしていただきます。はい、ということでね、この動摩擦力はすでに合力 F の中に含まれているので、動摩擦力自体はすでに合力 F の中に含まれているので、M にとっては単なる一つの一定の力にしか過ぎないわけなんですね。単振動という見方では摩擦を、まあ、入れてはいけないと、いうことになります。まあ動摩擦力は別にこの X の位置によって変わる力ではありませんのでね、ただの一定の力ということになります。ので、ね、はい、ね、まあ、こういうふうなね、この C に当たる部分では動摩擦力になりますね。ね、このような、別にこの端子の中心から離れることによって変わらない力が、含まれていた場合っていうのはですね、単振動を起こしますよと、まあ、いうことになります。はい、では次ですね、最後に 1xn で静止するまでに m が運動した全行程の長さ l と xl との関係を求めようと、まあ、いう問題になります。摩擦熱を含めたエネルギー保存則より、ね、まあ、このように表すことができます。まず最初ですね、最初 x0 の位置においてですね、 x0、という位置においてこれだけの弾性力を持っていたわけですね。2分の 1kx0 の2乗というエネルギーを持っていたわけですよね。
だってこの X0 っていうのはね、 X0 っていうのはね、どういうふうな値だったかというと、まず設定としては自然長、バネが自然長となる1を0というふうにしておいてたわけですよね。でそこから M を 1X0 まで引き伸ばして、そこから静かに離したわけですよね。ということで、ここからはね、物理基礎で扱うこの弾性力のね、としてまあ考えていくわけですけれども、その時 X0 の1でのこの弾性力の1エネルギーというのはですね、2分の 1KX0 の2乗と、まあ、いうふうにして表すことができます。でそこからですね、そこからずっと摩擦が働いていたわけですよ。摩擦がまあ働くわけですよね。摩擦がこうずっと働くわけですよね。摩擦がずっと働いて、まあ、滑ったトータルの距離をですね、まあ、L というふうにして表すと、ずっとね、このマイナス μmgL、μmg かける距離分だけですね、エネルギーがまあ奪われていくことになります。で、最後に 1xn で静止したということで、最後に 1xn で静止したということで、残っている弾性エネルギーはこれだけですよと、まあ、いう摩擦熱を含めたエネルギー保存則がまあ成り立つということになります。ね、ということで、まあ、このカッコ4番の問題を一見パッと見るとね、もうまた行って帰って行って帰って全部求めないといけないのかなというイメージがあるんですけど、このエネルギー保存則で扱うこのトータルの滑った距離 L っていうこの値自体はですね、値自体があることで非常に計算がね、楽になっているということになります。で本来であれば行って行って測って行って測ってて、それぞれのねエネルギー、それぞれについてまあ考えないといけないのかなっていう問題にはなるんですけども、この式のおかげ、この L 全てトータルの距離 L を使えるおかげでね、こういう非常にね、シンプルな式で、L と XL の関係というのを求めることができます。ではこの式にですね、このカッコ1で求めた μ イコール 2mg 分の K カッコ X0 プラス X1 をですね、代入して計算してあげると、2分の 1KX0 の2乗マイナス 2mg 分の K カッコ X0 プラス X1 カッコ閉じの MGL とイコール2分の 1KXL の2乗というふうに計算ができますので、はい、これを両辺 K 両辺2で掛け算してやると KX0 の2乗マイナス KL でこれ MGMG 消えて、L カッコの X0 プラス X1 イコール KX の2乗と、まあ、いうふうに計算ができます。したがって L の値っていうのは X0 プラス X1X1 分の X0 の2乗マイナス XL の2乗というふうに表すことができます。はい、では次最後の問題に移っていきたいと思います。M の 1X と時間 T との関係を図2に表せと、いうことで、はい、図2っていうのはね、まあ、このグラフを書いてくださいと、まあ、いうことなんですけれども、ね、1X と時間 T のグラフを書きなさいよと、まあ、いう問題になります。ではね、今まで出してきた答えをもとにですね、この問題を少しちょっと解いていきましょう。まず左へ滑っていく時の振動の中心、左へ x0 イコール 3.5d、まあこの離した位置ですね。で x1 イコールマイナス 2.5d、 はい、離して端に左端に行くまでの行った時のこの座標というのがマイナス 2.5d と
いうふうにして表されているので、左へ滑る時の振動の中心というのは XC というふうにして、まあ、置いてましたよね。で、そのこの XC っていうのは2分の X0 プラス X1、まあ、つまり X0 と X1 の、ね、中心の位置に XC、単振動の振動の中心点があるということなので、これを求めていくと2分の 3.5D マイナス 2.5D イコール 0.5D というふうに表すことができます。つまり右へ滑るときには動摩擦力の向きっていうのは、ね、まあ次変わっていきますと、右へ滑るときはね、で左へ滑っているときのこの振動の中心は 0.5D と、まあ、いうことになってくるわけですが、また次に左へ滑っていくときに、ね、遭遇したときこの振動の中心が変わるかというと、それは変わらないですよね。なぜならばこのカッコ1より、まあ、この左へ滑る時の合力を使っ、ね、合力を表しているわけですけれども、この M に動く合力自体は別に違う式で表されるわけではないですもんね。振動の中心は左へ動いていく時っていうのはあくまで、ね、X イコール K 分の μmg になります、ね、合力自体がねこの式で変わらないんだからね、振動の中心でも変わらないです。でずっとこの左へ動くときっていうのは振動の中心というのは K 分の μmg で、振動していくということになります。で次、右へ滑るときには動摩擦力の向きが変わっていきますので、この場合の合力についてはどういうふうにして表すことができるかというと、はい、右へ動いていくときのこの、ね、座標 X の座標っていうのはですね、ね、これあくまで負になっています。負になっていますので、ね、弾性力がこう右向きに働いてはいるんだけども、座標 X っていうのが負になっていることに注意すると、弾性力っていうのはですね、右に働く弾性力っていうのは K×-X というふうに表すことができます。ここ非常にちょっと注意してもらいたいです。これね、座標が負になっているっていうことに注意して弾性力を記述する必要がありますので、この右向きに働いている力っていうのはマイナス K かけるマイナス X というふうに表すことができます。そして、動摩擦力 μmg ということで、合力としては K かけるマイナス X マイナス μmg ということで、イコールマイナス K カッコの X プラス K 分の μmg というふうに表すことができます。つまり X、 これをまあこの振動の中心、この時右へ滑っていく時の振動の中心を XC' というふうにしておくと、 XC' イコールマイナス K 分の μmg を振動中心とする単振動となってくるということになります。で、まあ、先ほど左へ滑る時にもお話ししたようにですね、右へ動いていく時も同様で、合力のこの形っていうのは変わらないわけですので、振動の中心も2回目のこの振動していく時もですね、振動がもしできるのであれば、2回目振動ができるのであれば、この振動の中心っていうのは変わらないですよということになります。ずっと変わらないですよと、この合力自体のこの式の形っていうのは変わらないですね。はい、ということで、XC カッコ1カッコ3の式より XC イコール K 分の μmg イコール2分の X0 プラス X1 なので、 XC' イコールマイナス K 分の μmg というのはマイナス2分の X0 プラス X1 というふうに表すことができる。つまりマイナス XC というふうに表すことができますので、次右へ滑っていく時の振動の中心というのは XC' イコールマイナス 0.5D というふうに表すことができるということになります。つまり X1 イコールマイナス 2.5D から右へ戻るときの振幅というのは、はい、次右へ動いていくところの振動の中心というのはマイナス 0.5D になってくるわけですので、その右へ動き出すときの座標というのは X イコール
x1 イコールマイナス 2.5d ですので、その時の次の右へ動いていくの振幅っていうのはマイナス 0.5d マイナスマイナス A カッコのマイナス 2.5d ということで 2d に振幅がなってくるということになります。よって、次の右端の点位置座標というのは xc' + 2d ということでマイナス 0.5d+2d ということで 1.5d の位置まで、単振動していくよということになります。まあ、こちら右にあり、右の図のよう、右に示しますようにですね、まあ、最初ここ 3.5d からマイナス 2.5d まで行きましたよと。で、マイナス 2.5d から振幅がマイナス 0.5d であるので、ここの振幅座標をね、振幅を求めていくと、振幅を求めていくと 2d というふうに、ね、分かりますと。で、振幅を足し算していくと、この右端の位置っていうのが分かりますよということになります。で、次はまた左へ動いていくっていうことで、左へ動いていく時のこのね、合力っていうのはこれですね。括弧1で求めた x=-kx+μmg ということで、振動の中心が x=k/μmg ということで、まあ、初めのこの振動の中心と同じ位置になってきますので、ね、次の振幅っていうのが、はい、1.5d-0.5d=d0。D0 じゃなくて 1.5d-0.5d=d という振幅を持った振動を起こすということになります。つまり D、ね、振動の中心が 0.5d であったので 0.5d-d ということで、最終的に左端の座標というのは -0.5d とに達するということになります。ということで、この x3 の位置座標っていうのが 0.5d になっていると、まあ、いうことで、この x の位置座標がですね、d 以下だと、どういうふうなことが起きるんだったっけ？はい。問題文を先ほど確認をしてみると、はい、x がある値 d 以下の時は m は動かないかったわけですよね。つまり d 以下になってしまうと、ね、最大静止摩擦力以下ということになってしまうので、物体は動かなくなってくるわけなんですよね。弾性力が kd よりも小さくなるのでね。なので、実はこの x=-0.5d に来た時に単振動が止まるということになります。したがって、このグラフを表していくと、はい、このグラフね、ちょっと分かりづらいですけども y 座標が d 分の x になっています。でこの本来であれば x って書いてこの 4d、3d、5d っていう形で表すわけですけれどもね、y 座標をこれ全部 d 消去した形にしているので d 分の x というふうになっています。で、こちらもそうですね。こちらもですね、t1 っていうのは何だったかというと、1x1 での速さが0となった時間。1x1 で速さが0となった時間を t1 というふうにしておいてて、それを基準として考えていっているというグラフになりますので、グラフを変えてみると、まず x=x0=3.5d で話しました。でずっとね、来て -2.5d で左端まで行きました。でこの時間を t1 というふうにして置いてあるわけですよね、過去2番でね。で、まあ、端まで来ましたと。ね、これ 3.5d から -2.5d まで来て、これまあ 3.5d から -2.5d 端まで来て、でそこから振動の中心 -0.5d を通って、ね、1.5d まで行くと
いうことになりますよね。でこうです。で、2ですね。2ってどういうことですかと、ね、いうことなんですけれども、結局のところ、半周期 T1 ごとの単振動になってきますよね。2π ルートの K 分の M のこの半2分の 1T1、2分の 1T1 ということでね。周期の時間っていうのは 2π ルートの K 分の M で、まあ、表されるので、別にこの K 自身はずっと一緒ですから、時間としてはね、変わらない。振幅は変わるんだけれども、この別に K の値も M の値も別に変わってませんので、周期っていうのはいずれにせよ半周期 T1 ごとの単振動になってくるということに注意してください。注意して、このグラフを書いてください。はい。で、次に、この 1.5D まで行って、0.5D という振動の中心を通って、またマイナス 0.5D で、マイナス 0.5D まで行きますと。で、それ以降は、ね、最大静止摩擦力がですね、弾性力よりも、ね、大きくなってしまう。まあ、つまり弾性力自体がですね、最大静止摩擦力よりも小さくなってしまうので、それ以降は物体は止まってしまうと。いうことになるので、グラフとしてはずっとこういう形になってくるということになります。はい。ということで、以上がですね、この単振動、摩擦力がある場合の単振動と、いうことで、まあ、非常に面白い問題でありましたので、ぜひともですね、もう一度繰り返してですね、復習をしっかりと、しておくとですね、かなり物理のセンスが上がってくるかも知れません、ね。きっとですね、この問題を解けるようになればですね、かなり物理のセンスがですね、単振動の、センスっていうのがね、養われるかと思いますのでね、この講義の後ですね、もう一度自分の中でね、頭の中で整理をしてみてください。はい、ということでね、少しちょっと長時間の解説にはなりましたけれどもね、お疲れ様でした。これで、講義は終了したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。